あということで、うん、検証してまいりましたけれどもいかがだったですかね。もうまずは奥村さんから。いや僕普段照明やってるんであんまり音に無頓着だったんですね、うん、でたまたまこれを作ったっていうのきっかけでこういう話が起こったじゃないですか、うん、だからあんまりその最初はふーんやろうって言われた時にふーんじゃあやろうかって感じだったんですけどやってみたら結構引き込まれますね。やっぱり全然皆さんっていう言い方しちゃったみんな色があって面白いですね。そうですね、皆さんですよ本当にちょっと不思議ですけどね、どうでしたか、うん、ちょっと録音してみて、ね、小塚さん。まあでもうちもね結構ほらマイクやっぱレコーディングだから使うじゃないいろいろ。だけど一度にこう同じ素材で聴き比べるっていうのはあんまないから、だから逆に面白いね。じゃあちなみにですね、この子たちとこの子たちとちょっと2パターンでランキングつけたい、うん、あげたいなと思います、うん、奥村ランキングからじゃあ行きましょうか。やっぱりね自分で作ったっていう引き目もありますし、はい、これですねこれレコーディング用マイクだったらば名前が覚えられないなダッチマン、ダッチマンオーディオ、ダッチマンオーディオのこのキットで作ったやつが、はい、やっぱご自身で作ったという思いと、もう自分の子供のような極端に言っちゃうとちょっと言い過ぎですけどねいやでもそういうのぐらいやっぱり だって一瞬で作れるわけじゃないですね。30分とかじゃないですか。いや作れませんよ半日かかりましたよこれ半日もかかるんだ、はい、6時間ぐらいかかりましたね、うんうん、やっぱりそうやって愛情かけるとはい違いますね。もう断然この子ですこの子ちょっと私横塚さんのちょっと総評いく前に私も答えちゃっていいですか、うんうんうん、私も実はこの、うん3人だったらこの子なんですよ、ダッチマンなんですよ、うん、なんでかっていうとやっぱりノイマンは標準的な音でよく聞くしすごくこれを普通だと思っちゃう自分の耳があって、うん、それをちょっと硬くしたロードの印象とまろやかすごく温かみがあるような私は印象を受けたので、うん、はい好きだなと思いました、はい、親のひいき目じゃなくてそうですよね、はい、ひいき目私はひいき目ではなくて、はい、では横塚さんの総評をお願いします。え、どこ、まあ、このレコーディングマイク、レコーディングは、ね、ちょっとこの子入れるのも、うん、悩んじゃうけど、まあそうだねこれはね、まあ、ちょっと置いといて、うんうん、置いときましょう、はい、うん、これは一番多分レコーディングで今までそのレコーディングスタジオを始めてから使ったマイクはこのロードの NT2。 はこれはもう本当にその当時最初に買ってレコーディング使い始めたもう20年近く前なんですけど、まあ、その頃出たばっかりでロードっていうメーカーはで値段がすごいリーズナブル安い、うん、で、まあ、安いからどうかなって思うじゃないですか。だけれど実際に買って使ってみるとこれは結構使えるなっていう、うん、そういうコストパフォーマンスの面ではやっぱロードのコーナーでのレコーディングマイクっていうのは素晴らしいもの、なんかもう苦楽をずっと共にしてきたそうですね、まあレコーディングそのボーカル取りのレコーディングマイクとしてはやっぱりあれですね、ノイマンですね、うん、ノイマンはやっぱりレコーディングしやすい、そのオケとこうミックスするのでも、そのボーカルが埋もれにくいんで非常に使いやすいレコーディングとしては。ただ例えば楽器を取ったりなんかするのに例えば生のギターとか音を取ったりとかそういう生楽器を取るのには、まあ、若干やっぱ癖があるから、そういう音なんかは逆にこのロードあたりの方がアコースティックギターなんか繊細に取れる、うん、確かにな。なんかマイクコンデンサーマイク1本でギターを取るって言ったらば私ももしかするとこのロードにするかもしれないですね、うん、ただナチュラルにすごく取れて、しかも感度がなんて言ったって良くて、ダントツで、ね、今回もねまずこう歌い比べっていうのをやった時に最初ロードのねこのコンデンサーマイクのレベルでプリアンプを合わせてで取ってったんですけど、オーバーロードしちゃって感度が良すぎてノイマンはもうそうですね、やはりちょっとその感度の良さで言えばこの2本ノイマンは群を抜いてというところかもしれませんね。だからまあその辺をこう注意して使えば非常に使いやすいし、ね、ダイナミックマイクはやっぱレベルが低いですね、うんうん、マイクプリの方で
品あげてあげないとなかなか音は出ないし、もう本当好き好きかもしれないけれども、うん、ちょっと私がたまたま持ってなくてこういう系統であの音をまろやかに柔らかく取りたいなって、私は結構耳が最近ちょっと疲れてきてて、うんうん、あのキリキリした音がとても苦手なので、まあこうそういう方にはね、ちょっと手作りキットは今もしかして売ってないかもしれないけど、代行してた、そうですよ、奥村さんだったらもう何個でも作ってもらえたら、いやいや結構大変なんですってば、はいね、もう順番覚えたから、はいね、そういう方にお願いして自分だけ の, あのマイクを作ってみるっていうのもまた一つ面白いかもしれませんね。じゃあライブで使うボーカルマイク、どれが奥村さん好きでしたか、この4本。そうですね、やっぱこれ良かったですよね、これノイマン、ノイマン、ノイマン、やっぱりどの辺がお好きでした。やっぱりボリューム感っていうんですかね、やっぱりちゃんと出る感じが、まあこれがだから他のバンドが混ぜていろいろなあの音が入ってきてどうかっていうのは別ですけども、単純に佐藤さんの歌を聴くだけという回なんで、それだけで判断したらこれですね。結構アコースティックシーンとかではすごく使えて、例えばノラ・ジョーンズさんもあのこれを使ってたりとかするので、うん、こう繊細に歌ったりとかすると、今日はちょっと張り目の声で歌いましたけど、繊細の時とかは結構ライブでは映えたりするので、うん、いい、私もすごい好きで、うん、好きだから買ってる使ってるって、これが例えばもっとロック系の方はどうなのかなとかいろいろですね、その辺がちょっといろいろ、まあそのシーンによって使い分ける必要はあるかもしれませんね。じゃあ音響屋さんの総評としては4本だったら、うん、4本で、まあ、例えば、うん、うち、まあ、実際にね、外のイベントライブとか、まあ、ここのスタジオでのライブとかで、まあ、メインで使ってるのはやっぱこれですよ、ボーカルマイクグッパーね、うん、シェアで、自分で買って仕事としてそういう現場で使うんであればもうダントツでこれ何がいいかって、壊れない最初に言ってた一番最初にそれ言ってた結局音が良くてもその本番で音が出なかったら終わりですからね。そう、あの音はこれボーカルマイクとしてはすごいあの癖があるんですよ、あ、まあ、極端に言うと鼻が詰まったような音になっちゃうんで、それはやっぱり俺嫌いなんだけれど、でもあの現場の人間からすると乱暴に扱ってもめったに壊れないんででしかも今は結構あの 5% も安くなったから、昔と違って、だからこれはあの音響屋さんはには欠かせないボーカルマイクですね。まあ1本まずは1本でライブシーンだったりとか、これからちょっと自宅でも始めてみたいなっていう子が買うんだったら、まずは 5% はあっても損はしないですよね、うん、そ, でそれとあとはあのほら今ね、もう去年からコロナでやっぱみんなこうマイク神経質になるわけですよ、ボーカリストも、まあ、マイマイクでこれ持ち込んで、でこれにしてくださいとか、で言われた時に 5% だったら何にも心配なく、あいっつってこう入れっていうぐらい、まあ、音響屋さんはもう手慣れてるんで、まあ安心して 5% マイマイク皆さん持ってきてくださいっていうマイクですね、これはね。あとはやっぱりライブハウスとか音響さんとかもそうなんですけど、ライブハウスの音の設定として、あの比較的よく使うであろうマイクで、そう、チューニングされてることが多いから、逆にこういうちょっとあのこの辺は真ん中ミドルあたりがすごく出ちゃうんで、逆にこういうの使っちゃうと落とさないといけないから、そうそうそう、特性がちょっと出ないのでっていうところで、標準のやつから言ってもいいかもしれないですね。そうですね、ただやっぱりあの、アコースティックの例えば、まあ、うちでもやりますけれど、例えばソロライブとか、うん、アコースティックセットのライブのボーカルとしてはやっぱ聞き比べた感じはこれダントツ、やっぱりそうだ、うん、これはやっぱりみんなそのプロのミュージシャンが使ってるだけある、うんうん、音がこうきちんとするし、すごいあの表現力があるマイクだから、皆さんからのクオリティを求めるんだったらこれをおすすめします。
あの好き好きありますけれどもね、あのオーディオテクニカとかのシリーズとかも いろいろあるじゃないですか、はい、私もっとそういうのも実は使ってみたいなと思ってまだ手出せてないんですけど、うん、なんか他にもね女性ボーカル男性ボーカルに特化したものとかもあるので、うん、一人かちょっとお金に余裕があったらいろいろ揃えてやってみたいなと思いますので、まあ、これを見てた人間でね、もしこういう、ね、業界関係者の人間がいたら、あのぜひマイクを持ち込んでください。ぜひ一緒に検証してください。よろしく。いろんな意見出ると思いますよね、やっぱりね。本当ですね、好みありますから。比較的じゃやっぱり。でも実は私は今回の全部の総合で言うと、実は私はこれが一番良かったなと思っちゃったんです。これそれはフォステックスのですね、コンデンサーマイク。フォステックス、うん、フォステックスすごく良くなかったですか。はい、これ安いですよ。安いって言ってもだってね、コンデンサーマイクですからお高いんじゃないですか。それがですね、はい、あの例えばこの5%、これ2本買うよりもこっち2本の方が安い。しかもあのこれペアマイクなんです、うちで買ったの。まあ、これ何に使おうと思って買ったかっていうと、例えばライブイベントでドラムとかパーカッションをこうピンポイントでステレオで撮って配信するのに買ったんですよ。だからうちのスタジオとしても比較的新しいマイクなんだけど、すごいあの、ね、使って癖もないし何でも OK だし、どんなのも大丈夫だし、であのペアなんでステレオマイクもその1セットあれば大丈夫だし、いやペアってことはその L と R で撮るためのペア。そうそうそう、これアトメのコピーですか。これはどうなんでしょうね。そういうことか。形的には同じような感じですけど、でもこのサイズのやつってみんなやっぱりこういう形になっちゃうんですよね。あの長さが違かったりとかするけれど、赤毛も、まあ、うちあの定番のやつあるんですけど、赤毛の場合はこれよりちょっと長い、少し違うんだもん、ね。この手のやつってね、ゼンハイザーとかはよく見たりする。もうちょっと大きいやつとかですけど、私見たことあるのかな、うん、結構いろいろあるからもっともっと比べたいなと思ったんですけど、私はこのフォステックス の, あのよかったなと思うのは、空気感をすごくなんか綺麗に取れてた印象があったのですごく好きでした。皆さんはいかがだったでしょうか。ぜひね、何かの参考にしていただければいいなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。ちょっとでもいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたどこかでお会いしましょう。私は佐藤ひろこと、はい、ビートクラブセンと奥村でした。はい、またね。はい。